C'était il y a 15 ans, en 1997, sur PlayStation, que From Software sortait le premier épisode de sa plus grosse licence, Armored Core. Cette simulation de mecha en vue à la troisième personne se différenciait des autres jeux mettant habituellement en scène des robots géants en proposant une approche plus réaliste, si l'on peut dire. Les designs austères que l'on pourrait s'attendre à voir apparaître dans un futur proche, ainsi que des machines hautement paramétrables dans les moindres détails, avaient tout de suite donné au titre une base de fans solide, composée essentiellement de hardcore gamers. Sans compter les portages sur diverses consoles, la série compte 13 jeux originaux, le dernier en date, Armored Core Forerunner, ayant été distribué en France fin 2008 par Ubisoft. Aujourd'hui, c'est le cinquième épisode de la branche principale qui s'apprête à sortir chez nous via Namco Bandai Games. Armored Core 5 のプロデューサーを担当しています鍋島俊彦と申します。よろしくお願いします。今回すごく長い時間と大きな予算をかけてゲームを一から作り直してるんですけれども一番大きな要素としてはオンラインで、マルチプレイ、まあ、チームでゲームをプレイしていくというところが一番大きな要素です。En effet, si le jeu possède un mode solo déjà très complet, la grosse nouveauté est l'accent mis sur le mode online. Outre le fait que toutes les campagnes solo peuvent être également réalisées online, le mode en équipe reste le point le plus travaillé du jeu. Les joueurs vont pouvoir former des équipes de 5 personnes et affronter d'autres teams dans un monde persistant. Dans chaque équipe, une personne pourra être désignée comme opérateur et décider de la stratégie du groupe, donner des ordres, etc. Unique na point としては、先ほどそのチームでプレイをするというふうな話をしましたけれども、プレイヤーの皆さんが自分たちで、仲間を募ってチームを作っていただいて、そのチームの中で、好きなようにプレイをしてもらう。例えばオンラインで用意されたミッションをプレイすることもできるし、今までのアーマードコアにあったようなストーリーに沿ったゲームをプレイすることもできます。で、そこで、自分が手に入れた資産は、個人のものとして所有されるものもあるし、チームのものとしてみんなで共有することができるものもあります。そしてチームとして、自分が上手くなっていくこと、政治ゲームの中で成長していく、いろんなものを達成していくことが最終的にはそのチーム全体が強くなったり、あるいはその、まあ、ゲームの世界の中でより優れたチームになっていくっていうような仕組みになっている、まあ、みんなで協力してゲームを進めていくことができるっていうのが一番大きな特徴だと思います。Après tant d'années sans nouvel épisode, on comprend bien que l'équipe de From Software ait voulu reprendre les bases du jeu, notamment pour renforcer l'aspect online qui prend de plus en plus d'importance sur la Xbox 360 et la PS3. やっぱり今までのゲームの仕組みを生かしつつ、要するに長いシリーズのゲームなので、新しいものにしたいっていう意識はすごくあったんですけれども、そこと、まあ、従来のこのゲームをずっとプレイしてくれた、シリーズのファンの皆さんが望んでいるものっていうものの、両方をうまく取り入れたものにしないといけないっていう風な意識が我々としてはあって、で新しくこのゲームに興味を持ってもらう人、今まで、ゲームをプレイしてもらい続けてたファンの人たち両方に満足しているものを作ろうっていうところが、まあ難しかったというか、今もそこにそういうものにを目指して制作しているところです。今回はこの5に関しては日本ではベータテストを、以前行って、そこでいろんなたくさんの意見をもらってます。我々が思ってた以上に多くの方に興味を持ってもらって応募もしていただきましたし、ゲーム実際のベータテストのプレイもしていただきました。そういう意見をいろいろたくさんいただいて、でこれ日本での発売日を少し変更させてもらったんですけれども、その理由もやっぱりそうやっていただいた意見をきちんと反映したものにして、皆さんにお届けしたいっていう意図があったので、もうちょっとそのための時間を取った方がよりいいだろうというような判断をして、そういう決断をしました。で特に今回のファーベに関してはすごくユーザーと一緒になっていいゲームにしていこうっていう意識を僕らも持ってます。さっきそのコアユーザー向けのゲームだっていうふうなお話をいただいたと思うんですけども、まあ確かにそれはそうだというふうに思ってるんですよ。でただそこを大事にしていきつつ、新しい人にやってもらいたいっていう狙いがあって、そこに向けていろんな仕組みを入れてるんですね。で単純な今までのアーマードコアってアクションゲームだったと思うんですけど、そのアクションゲームっていう枠を超えた要素、いろんな新しいそのファンクションを
持たせているので、そこはぜひ注目していただきたいし、すごく巨大なゲームになっていると思います。なのでいつものアマドコアでしょっていうふうに思わないで見てもらえると我々としてはすごく嬉しいです。